ミュージアムパーク、茨城県自然博物館は、茨城県万堂市にある、茨城県立の自然博物館である。茨城の風土に根ざした自然に関する、総合的な社会教育機関として開館した。1994年11月13日開館。茨城県自然博物館進化基本計画第1章では、毎年40万人以上が来館する。 日本を代表する自然史系博物館と紹介しているほか、2004年の開館10周年にあたり、茨城県自然博物館進化基本計画と題した計画を推進し、その中で博物館の活動目標を自然と共生し、市民と共同する博物館であることと制定している。茨城県の博物館ではあるが、千葉県との県境付近に立地し、 埼玉県や東京都からも10から2 0トル圏内に一致する。また、つくばエクスプレス、常磐自動車道により都内等からのアクセスが良い、ことから、通勤圏の大自然と称して PR する看板が、つくばエクスプレス六丁駅他都内の駅で見られる。1998年9月25日、建設省、設立50周年記念事業。 公共建築100選に選定された。菅尾沼の西岸に建てられている。大きく分けて、本館内の屋内展示と野外施設とに分かれる。5つの展示室と、部門、企画展示、映像ホールを持つ。隕石、鉱石、化石、剥製、自然の模型などが展示されており、水生生物は、約90種800点が展示されている。 隕石など一部の展示物を手で触ったり、自然観察を体験したり、天体の動きを模型で実験したりすることもできる。茨城の自然に関する展示にも力を入れており、生物、植物、地学に関する展示物を見ることができる。また、中国内蒙古寺地区博物館との友好の証として、松花江マンモスの骨格が展示されている。 この縁によりない猛虎寺地区博物館との姉妹館となった。トンボの池屋外施設は15.8ヘクタールあり、池や森を模した自然観察設備や芝生広場、花畑などがある。自然発見工房という施設では、双眼鏡、ルーペ、小型シャベルなどの貸し出しを行っており、施設内の植物、野鳥、昆虫を観察できるようになっている。 古代の広場では、海化石の最終体験をすることも可能である。菅尾沼に架か,かる、菅尾沼、ふれあい橋を渡って、対岸の三つ街道アスナロの里へ行くことも可能。本館には、レストラン、360名収容のセミナールーム、持参した弁当を食べられる48名収容の休憩コーナーなどがある。オストメート対応トイレ、車椅子対応トイレも備えられている。 屋内外とも禁煙であるが、一部箇所に喫煙コーナーが設けられている。開館して以来、毎年約40万人が来館しており、2010年3月28日には入館者700万人を達成した。2006年に公表されたリピーター率は、約65%である。また、2007年度に要したコストは11億4000万円で、あり、 これは、茨城県が所有する40の有料公共施設の中で最大であった。1997年から毎年1回、茨城県自然博物館研究報告を発行している。ありがとうございます。